いけるか。第一陣前へ抜刀。第一陣出撃。兵をさらに二つに分けたというのか。面白い。受けてやろう。先方出撃。敵第一陣を壊滅せよ。第一陣、前面の敵を蹴散らせ。なんて数だよ。本当に大丈夫なのか。今はグリフィスを信じて戦うだけだ。このような攻撃、一時神民しかならぬ。奴ら何を考えておる。この旗の下で剣を振るのは多分これが最後だが、今気に入りたい隊長としてのけじめだけはきっちりつける。てめえばっかりいい格好させられねえ。やってやる。まずは見事。よかろう。受けてやる。全軍出撃。敵第一陣を撃滅せよ。俺たちを援護します。やるじゃねえか。ほらさっさと次行け。来る将がいるか。こいつやる。さっさと蹴りをつけねえとやべえ。
ストしよう。じゃねえか。そろそろ潮時だぜ大将。第一陣撤退、本陣まで下がれ。ここで撤退とはな。グリフィス、思い切ったことしやがるぜ。敵が敗走していきます。下せぬな。この世の攻め方、最初から結果は見えていたはず。これが上昇無敗の鷹の段、白い鷹だと。何をしておる、ボスコーン将軍。ゲノン総督、敵は敗走していくぞ。ミスミス勝機を逃す気か。ああ、しかし…ふん、皆に告げる。敵大将、白い鷹のグリフィスを捕らえた者には思いのままの褒美を取らす。ただし必ず無傷で捕らえるのだ。よいな。総督、そのようなことを軽々しく約束されては兵どもの抑えが。ボスコーン将軍、大義であった。今よりはこのゲノンが指揮を取る。貴公ら司祭聖騎士団は友軍と共に鷹の段を追撃し、速やかにグリフィス卿を捕らえよう。やむを得ん。これより敵追撃を開始する。あれ、全部相手にしようっての俺たち。陣形を整えろ。後ろは川、逃げ場はない。命を捨てろ。それ以外に
生き残る道はない。生き残れば俺たちの勝ちだ。予定通り、奴らは餌に食いついてきやがった。何もかもお前の手のひらの上ってわけだ。いつもそうだったよな。ここから城内へ入れる。すべてグリフィスの情報通りだ。今度という今度こそ帝国貴族の誇りにかけても慰み者だ。またお前か。本当にゴキブリ並みのしぶとさだ。切り込み隊長、ガッツ。アドルの部隊が一人の敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないようだな。ことはできんのか。ボスコン、うろたえるでない。数で勝るは我が方。各隊陣形を、相性はくたばった。城は落ちた。隣は決まってんだろ。負けたんだよ、てめえら。勝ち時だ。勝ち時をあげろ。